石井君にですね、さっき1時間ぐらい前に呼び出されました。タカさん、東京駅来れますか？呼び出されて、まあせっかくなので、ね、マチョネスサイクの撮影も来ようかなと思ってきたんですけど、おはようございます。おはようございます。友達と遊ぶとき基本どことか行くの？まあ僕普段あんまり歌ったりしないんですけど、やっぱり周りが、あ、じゃあカラオケでも行くかみたいな感じになるんで。カラオケ行くんだ。そうですね、あんまり行かないんですけどね。これなんて書いたの？マスクです。やっぱマッチョ始めてから結構変わったんだ。変わりました。それどういう風に変わったの？やっぱり多少、なんだろうな、話が上手くなったというか、いやもっと、あ、まあ今もあれなんですけど、話しぶれたなんで。でもこういう活動をするとやっぱりいろいろと話す機会も増えるので。そうさ、僕たちはいつだって一目気にするたびに何かなくし、ほら、あんな職人歌で歌うと初めて見たな。いいね。とりあえず行きましょう。いや、何す。とりあえずゆっくりする。そうですね。何するって決めてないんですけどね。あ、そうだ。あ、でも、あ、開けたところ来たし。いいじゃんね。来ましたね。ほら。何してんすか。あれ偶然、いやちょっとあの、ちょっとあの、ちょっとあの遊びに来て。何してんすか？何してんすか？え、ちょ、マジで何やってんすか？そうです、え、僕今から打ち合わせです。え、マジで？はい。この彼何してんすか？あの、マチョで伝えに。はははは、しれっと時間潰しますよ、しれ。あ、はい。なんかどこ行きます？どこ行くの？お前どこでも行きますよ。マジか。ちょっと俺さ、コンビニちょっと行こうや。コンビニ行きます。コーヒーちょっと買ってきてくれる？はい、行きましょう。最初もうスタバでコーヒーを朝買ってますから。あ、スタバ行ったんすか？スタバ行って。あれ、なんかいつもと飲んでるのやっぱ違うなと思って、うん。いつも飲んでるのはあのペットボトルのコーヒーなんで、うん、はあ、やっぱりさすがにやっぱりコーヒーショップの空気は違う。いや、ちょっとマスク口入ってんで髪の毛入ってんでみたいな。マスク口入ってんで。たまに食べちゃう。いや大丈夫ですか？コンビニって顔隠して入ってあかんのちゃう？あれ銀行ごとあれ銀行ごとの可能性ありますからね。誰一人平常運転ですから、
こんだけ顔隠してる怪しいやつなのに平和なんですよ、彼は。そうなんですよ、やっぱマッチョ29ですから。やっぱそうですね、平和の象徴ですから。ナイスコー来ましたね、ありがとうございます。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、いただきます。あ、乾杯すんねや。お、何も言わへんのかい。お、飲んだね。うん、ありがとう、ありがとう。セブンイレブン美味しいです。72点。もうストローの位置ちょっと見えてないから刺さってんやん、うん、今ここで飲もうとしてん。何する、どっか行く。そうですね、まあなんかあのボーリングボーリングしたい、ボーリングうまい。ボーリングあれなんですよ、調子いい時は、うん、スコア的に言うと100ちょっとなんですけど、あ、今日もうダメだなっていう時は60ぐらいです。左の目こうなってんだよ。マスクの下で左の目だけギョーなこんなんなって目がもう、ボーリング場に着きました。着きましたね、着きました。さあここでせっかくなので、はい、ボーリング場混んでるっていうのもあったので、はい、マスク VS コアラどっちが強いんだ対決をしようかな、はい、でですね、今日の撮影、まあ、いろんなとこ行ったんですけど思ったよりも費用がかかったと。ただの1コンテンツにあそこでかけなきゃいけないので、僕の怒りも含め、はい、負けた方には、はい、今日のロケ費を持ってもらおうと。ロケ費持ちっすか。まあ、つっても3万ぐらいです。いや、3万で10分買えるよ、10キロ買えるよ。え、おかしいでしょ。だ 仕事ですもん。ずるくないですか。それハイが本来払わなあかんやつをゲームということにして僕らに負担させようとしてません。しゃあねん、あんまチケット売れてないねん。関係あるかい。関係あるか、そんなもん。それはもうおかしいよな。3万はおかしいよな。せめてそこは半々ぐらいには。超新宿として新宿で M1 予選1回戦戦ってきました、はい
まあ結果が出ました。はい、速報超新塾通過しました。あとはよっ、くれっこ、次2回戦いきます。もう今まではちょっと通過してるかどうかわからない小嵐だったんですけど、もう通過した小嵐なんで、もう僕は変わっていきますよ。マジでお願い、マジでお願い。おっ、あー、よっ、1回戦通過はこんなもんっすよ。あ、いやちょっとマジで15,000円ちょっと震えてきました。最低でもスペアストライク OK。 スペア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 、あえて残した、あえて、ね、あえて残した。ストライクね、ストライクね、オッケーオッケー。負けました、もう来月生活できませんよ。いや、そもそも会社の経費痛い痛い、そもそも会社の経費、なんやったら会社の経費が半分浮いた状態でしょ。俺だけは 無理されて、え、何、俺だけ損してるやん。じゃあ、モチポールさんでじゃんけんします。おう、サンマポールさん勝ったら0円で、負けたら、負けたら3万なんでや、負けたら3万やります。いやー、これで、これが普通やから、経費ですから、これが元々のやつですから、何も言いたくていいでしょう。何経費浮かそうとしてんねん、何経費浮かそうとしてんねん。じゃあ、それでは、エンディング曲で参ります。蹴られた方どうしたらいいんですか。素人のロミちゃん